それでは開式にあたりまして主催者を代表いたしまして西日本旅客鉄道株式会社常務執行役員近畿統括本部大阪支社長川上雅美より皆様にご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。JR 西日本大阪支社長の川上でございます。本日はこのような雨の中でございますけれども、下副知事様、それから岡本パンダ大将、それから若パンをはじめ、キャンペーンのスタッフの皆様、たくさんのご来賓の皆様にもご参加いただきまして、また後ろの方にも多くのお客様もご参加いただきまして、誠にありがとうございます。また日頃から JR 西日本さまざまな列車ご利用いただきまして、心から御礼を申し上げたいというふうに思います。黒潮といえば、昨年9月に台風では、大変な被害を和歌山県様の皆様受けられたわけでありますけれども、私どものこの黒潮の規制線も、大きな那智橋のですね、鉄橋が落ちてしまうというような被害も受けました。その際も和歌山県様をはじめ多くの関係者の皆様のご努力で、非常に早い3ヶ月ほどで、新宮まで全線開通をさせていただきました。改めて、御礼を申し上げたというふうに思います。後先になりましたけれども、多くの被害を受けられました和歌山の皆様、心からお見合いを申し上げたいというふうに思います。さて、この黒潮でありますけれども、先ほど司会の者からご案内させていただきましたけれども、新しい形式の車を投入させていただくことになりました。半分ほど、16本の黒潮の半分ほどになりますけれども、7本の列車に対しまして、順次7月までにですね、新形式のこの車両を投入をさせていただくことになりました。もちろん最新の技術も使いまして、安全性の向上を図っておりますし、加えて、女性専用のトイレの設置だとか、トイレ全体のスペースを拡大する、それから客室の足元スペースを大きく取るということで、快適性の向上にも努めてまいりました。ぜひ快適な和歌山へのお旅を、この新しい黒潮もご利用いただきまして、ご堪能いただければ幸いに存じます。和歌山の素晴らしい観光資源、今日もキャンペーンのスタッフの皆さんにおいでいただいてますけれども、たくさんあります。私どももこの和歌山がさらに元気になられますように、この黒潮号、新しい黒潮号も使いまして、多くのお客様を和歌山にご案内したいというふうに思っております。これからもますます和歌山が元気になっていただいて、さらにまた黒潮号で、ご旅行いただくことを心から記念を申し上げまして、簡単ではございますけれども、主催者を代表いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。今日は誠にありがとうございます。どうもありがとうございました。川上支社長より皆様へのご挨拶でございました。それでは続きまして、ご臨席を賜りましたご来賓の皆様方を代表していただき、和歌山県副知事下博史様よりご祝辞を頂戴したいと存じます。下様、よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。ご紹介をいただきました和歌山県副知事の下でございます。
今日は特急黒潮の新型車両の出発式、こうして大勢の皆さんお集めになって挙行されますこと、本当に、おめでとうございます、心からお祝いを申し上げます。先ほど川上市政府官からお話がございましたが、まず私から改めて、JR 西日本の皆様に御礼を申し上げたいと思います。昨年の9月の台風12号による被災に際して、紀勢線が鉄橋の流出とかいろんな箇所が報道等で、壊れました。その際ですね、わずか3ヶ月という期間で、全面復旧をしていただきました。地元の皆さんも大変喜んで感激をいたしました。そういうおかげさまで、復旧復興のある意味シンボルになったというふうに私ども考えてございます。でおかげさまで、ほとんど来なくなっていた観光客の皆様も徐々に増えてまいりました。今年の正月以降については、平年の8割程度にまで回復をしております。本当に改めて御礼を申し上げる次第であります。そしてまた今日は新型車両の投入ということで、ますます南紀、和歌山県南部への観光客の皆さんのおいでになる機会を増やしていただくということで、私も大変喜んでおります。新型車両の投入につきましては、大車などが平成8年に投入されて以来ということにいうふうにお聞きをしておりますが、大車両をはじめ名前を全部黒潮に故障統一されるということですけど、今後ますます JR を利用したお客様が和歌山県の南部においでいただくことを心から期待を申し上げている次第であります。和歌山はこれから春に向かって大変いい季節を迎えます。桜は君井寺、和歌山城、そして小川寺といっていったところもございますし、それからそれに続いてですね、紀の川市の旧桃山町にはまさに桃源郷という言葉がございますが、桃の花が真っ盛りということで、いう状況があります。で、まさに春爛漫といった感じの一年中で最もいい季節になると思います。ぜひ多くの皆様のご来店を心からお待ち申し上げている次第であります。で最後にもう一個ですが、今年は25年ぶりの金環食が和歌山県の南部で非常に綺麗な金環食を見られるということでございます。ぜひ新しい黒潮も含めて、ご利用いただいて和歌山県南部においでいただくように切にお祈りをいたします。どうぞよろしくお願いを申し上げます。最後に新型車両がはじめ JR 西日本の皆様のますますのご活躍、ご繁栄を心からお祈りを申し上げます。誠に簡単ですがご挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。はい、ありがとうございました。新潟の折吉くじを頂戴いたしまして、皆様ご覧ください。ただいま特急黒潮新型車両が入線してまいりました。いかがでしょうか。こちらの列車は折り返し運転を行いまして、この後9時45分に白浜駅に向けて出発をいたします。さあ、それではこちらのセレモニーにおきましては、続きましてこの特急黒潮新型車両1番列車に乗務いたします。西日本旅客鉄道株式会社天王寺電車区非恵美運転士と宮古列車区の山下奈美車掌へ、和歌山を代表していただきまして、和歌山パンダ大使の岡本蓮様より花束を贈呈していただきます。よろしくお願いいたします。今目の前に登場いたしましたこの黒潮、一番の車上部のお二方に花束贈呈でございます。
この後の一番でした。よろしくお願いいたします。さあ、それでは記念撮影を行わせていただきますので、どうぞ皆様方正面のカメラの方をお向きいただきますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは早速非運転士そして山下社長発車の準備をお願いいたします。岡本さんもどうもありがとうございました。それではこれより特急くろしお新型車両の運転開始を記念いたしまして、テープカットを取り行いたいと存じます。なおテープカットは列車の進行方向に向かって行いますので、スタッフの方が、お客様にご案内いたします。この電車は今日より運転を開始いたしました新型車両287系の特急くろしお号です。紀ノ国線特急381系283系のボディカラーと同じ太平洋の海をイメージしたオーシャングリーンのラインをあしらい、すべての人に優しく快適な車内空間をコンセプトに設計されています。なおこの先の主な停車駅では、今日の新会社失礼いたしました、今日の新型車両運転開始を祝し、地元の皆様や駅社員によるお出迎えがございます。新型車両での快適なご旅行をどうぞお楽しみください。